MLD というふうによく表示されているんですね。セルライトが溜まったり、肥満で原因がよくわからないけどもむくみがかなりあるという、そういうので悩んでいる方もいっぱいいらっしゃるんですね。そういう場合には通常の鼠径リンパ節に入れる施術の方法と、外側に道を作って鼠径と同時に液化リンパ節にも入れてあげるというダブルで施術を行うととても良い結果が出やすいと思います。